犯人に次ぐは、日本の推理作家、雫井修介が表した長編サスペンス、小説兼警察小説。小説推理にて、2003年2月号から2004年2月号まで、連載された。単行本、文庫版ともにベストセラーとなり、横山秀夫、福井春都市、伊坂幸太郎らにも絶賛された。ノンキャリアながら、刑事として、 神奈川県警本部管理官の地位にあった主人公、牧島文彦は、とある誘拐事件の捜査ミスの責任を負わされて、捜査会見を行うが、上層部の指示により、過失を一切認めなかったため、マスコミの激しい攻撃にさらされたことから逆切れし、足柄署に左遷された。6年後、バッドマンを名乗る犯人による連続幼児誘拐殺人事件の捜査が難航。 警察や自分に批判的なマスコミ関係者を長老するメッセージを送る犯人に対する世間の怒りは警察に対する非難となって現れていた。この事態に危機感を持った県警上層部は捜査責任者がマスコミを通じて目撃情報を求めるとともに犯人自身に呼びかける劇場型捜査とも言うべき。 岸改正の策を取ることとし、牧島がその責任者として呼び寄せられる。牧島はニュース番組に出演し、犯人に同情するかのような発言をして、メッセージを求めるが、数百通もの事象、バットマンからの手紙が寄せられるものの、犯人しか知らない情報を記載したものは、一つとしてなかった。世論は犯人を、 A え、有する者として批判、特種をもらえなかったマスコミもこれに同調。牧島は、捜査本部においても孤立。試みは、失敗に終わったかに思われた。だが、ついに、バットマン本人からのものと思われる手紙が届き、事態は思わぬ展開を迎える。滝本智之監督、豊川越氏が主演で映画化。2007年10月27日に、 劇場公開。ワウワウフィルムズの第一弾作品である。なおこれに先行して、同年6月24日の20時22時に、ワウワウでテレビ放映された。また原作は本作に伴い文庫化され、同年9月20日に刊行された。文庫版もベストセラーになった。主演の豊川は、本作で初めて刑事を演じることとなった。ありがとうございます。